ミリオプションとノムテンが日本とアメリカをまたにかけチャレンジしてきたダートのドリフトリジェットカーレース、クラッシュ横転当たり前、宙返り回る激しいレースはまさにダートの格闘技と呼ぶにふさわしい。このスリルと魅力に取りつかれた我々はトップカテゴリーのスプリントカーにもトライ、圧倒的なスピードとパワーに身を震わせた。そして今回このビデオオプション一押しのドロッコレースにこいつらが名乗りを上げた、ドリフト野郎挑戦企画第2弾ミジェットカーレース。戦いの舞台はツインリンクモテギ最大のイベントインディージャパン。ナスカーと人気を二分するアメリカが誇るこの超高速レースを一目見ようと集まったギャラリーはおよそ5万人。平均時速は300キロに達し、スピード、サウンド、迫力と全てが超ド級のレースだ。そんな世界最高の走りを前座と言ってのける鼻息荒い奴らがここダートコースに集まった。イエスマックスモテ太郎頑張りマックスさあやってきましたアメリカノースカロライナ、ここはですねツインリンクモテギ、わざわざアメリカまで来ました。アメリカツインリンクモテギ、はい、ダートオーバルコース、はい、先ほど前座のレースも終わりまして、この前座言ったね今前座レース終わりまして、なんと今回はミジェットカーレースに参戦するということで、あの嫌なんだよねこんな奴らとやんの、こんな奴らこんな奴らもう俺の原点でもあるからね、原点優勝しちゃうよ、優勝しちゃう、まあ、ここで格のね違いを見せつけたい、見しちゃう見しちゃう見しちゃう、あちょっと引かれちゃいますけど、うん、大丈夫ですか、引かれちゃう大丈夫ですか、いやここで先輩を抜くチャンスだと思いますね。そうだと僕も思うんですよ。ですよね、ここで一株上げないと横向いた瞬間こう T ボーンで T ボーンでで、ひっくり返るのやれんならやってみろマックスモテトラさん今日はねテンション高いですよGT でもこんな高くないですからねそしてですね今日は3万人のお客さん見てください、すごいなんとカメラのいない向こう側にはすごいお客さんがいます。さすが3万人盛り上がってるね、声援が違うもんじゃあみんなでねドリフト挑戦期第2弾、頑張っていこうぜ、レース本番の2週間前ドライバー3人を集めて車の説明と練習走行の時間が設けられた。濃い状態で、まずは僕らの乗るマシンを紹介したいと思います。こちらです、じゃん。今回3人が乗るのはフォーカスミジェットと呼ばれるワンメイクレース用のマシン。フォードフォーカスの2リッターエンジンをチューニングしパイプフレームに搭載、パワーウェイトレシオは D1 マシンに匹敵する。変速機はなく一速のみ、手元のレバーがクラッチになっている。パッと見た目なんかこうタイヤがこっちにずれてるような気がするんですけど、はい、これはですねオーバルを走る左回りしかしない車なんですね、はい、だから右には曲がりにくい車になっております。なるほどね。あとこれタイヤとかは専用のタイヤなんですか。これそうです、ダート専用のタイヤです。なんかプニャプニャ空気入ってないじゃないですか。やっぱ車軽いんで、はい、それなりにやっぱ空気圧も低いんですね。コンマ6キロとか、コンマ6キロ、これやっぱ左を速く走るために、はい、右と左と空気圧変えて、タイヤの外径を調整したりするんです、やっぱハンドルもすごい切れるんですね。切れますね。ねえちょっと待って、そこ繋がってないんですけどブレーキホース。この車はですね、はい、コンボカーって言いまして、舗装路とダート両方走れる車なんです、はい、ダートは、フロントは左前にしかブレーキがない、左前を止めて角度をつける、だから左回り専用に作ってあるんで、はい、よくドリフトとか見てるとこうフェイントでバーン右に切って左に曲がったりするじゃないですか。やりますね、やりますね、はい、それをやると、うん、多分ねひっくり返ります、クルーンと、あ、コテッと、そう簡単にひっくり返ります。はぁはぁはぁ、分かってるよね君たちなんで呼ばれたか分かってるよね。あ、大体ね。分かってるよね。いや、でもね、多分、はい、多分。いや、左回りだけど、コテッといかないなんかすごいですよ、コックピット、こうなんかジェットコースターみたいじゃないですか、これ。ハンドルもほら、バスみたいになってますね、これ。で、アクセルがですね、すごい。上から下に踏み下ろしです。なんかあの馬のやつみたいですね、あのね。さあご覧ください、これ腕章です。これがないとさっきとなんか入れないんです。違う違うの、多分これ転倒しましたらステアリングからこう手が離れたりとか気失ったりとかしてロールケージから手が出てしまうんです。それを防ぐためにこう引っ張るようになって、
先輩お願いしますよ。イメージはできましたね。お願いしますよ、ね、ちょっと待ってよな。イメージは今の俺が言うセリフだから早いから。そういう段取りでしたっけ。早いからマシンの特性と操作方法を一通りお勉強した後、いよいよ3人のミジェットデビュー。まずはオリドがトップバッターで初転がし、うわアルコール臭っ。またね、これドリフトとはちょっと違う感じだよね。これ乗り始めてわずか数周でドリフトする感覚をつかんだオリド。続くトキちゃん、クニアキもあっという間にコツをつかみ、難なくダートのドリフトに順応した。さすが D1 ドライバー。基本一緒だよね。ちゃんと進入で向きを変えて、向きが変わって車が安定する手前にアクセルでこう、ああこうトラクションをかけるというか、こうなんていうの、前に進ませてあげるっていう感じはあんま変わんないのかなって感じはしたんだけど、みんな普段サイドブレーキ引いてる感じを左 あのフットブレーキで左の前を利かせてギュッと向きを変えていくみたいなね。これでアクセルとブレーキをちゃんとリズムよく使って、ハンドルはこう補佐的なものとして考えた方がこれ午後いいかもしれないですよ。午後からはスピードの乗る 400m のオーバルで練習。ここでもオリドはすぐに慣れ、タイムの狙える走りを追求。トキちゃんも勢いのある踏みっぷりでオリドを脅かすドリフトを連発。一方、フリーズ高橋だけはまだよちよち歩き。やばい、いいか、これなんか溝があるよ。最後に先生や他のドライバーを交え、温暖を想定した模擬レースに挑戦。スタートやフラッグの動きを確認しながら、レースへのイメージを固めた。そして迎えた本番、ダートコース。予選レースの結果、グリッドは以上のように決定。3万人のギャラリーの前でいよいよ決勝ヒート。よし、今度は行くぞ。さあ、最後だからなんかやっちゃうよ。さあ、いよいよ始まります第2ヒートです。スタートしました、スタートしました。出遅れました、マックス・モテ太郎、マックス・モテ太郎、マックス・モテ太郎が出遅れました。先生、先生に抜かされました。そしてなんとビデオオプション的にはいい感じのオリド選手と時田選手のツインドリン状態になってます。そしてなんと高橋邦明選手も結構いい感じで突き詰めてます。なんとか先輩オリドに一泡吹かせたい時ちゃんがプッシュしていくが、なかなか追いつけない。これはですね、僕は主にいい展開だと思います。オリドさんとトキちゃんがバトルをしまして、でなんと高橋選手が最終に抜くんじゃないかという部分でどんどん上がってきて、なんか面白い展開を見せるんじゃないかなと思います。これね、マックスオリドさんだいぶマジになってますよ、目が。トキタ選手、オリドさんの速いとこと遅いとこが自分で理解できれば抜くポイントっていうのがあると思うんですよね。ただね、先ほどから見てるとなかなか抜くのはちょっと難しいかなという部分なんで、出ました、高橋邦明の特別ルール。邦明選手があまりにも差が開きすぎたんで、オフィシャルがかわいそうだということでしょうがなく前に詰めたっていう、多分クニーズ特別ルールになったと思いますね。なんと時田選手、先輩を追突しておりますね。いい根性してますね。トキタ行ってんだよおめえよ。今リスタート。加藤さんね、あのトップの人ね、ものすごくリスタートうまいですね。ただここで先生が
そろそろ見せてくれるんじゃないかなと思うんですよね。なんとかマックスモテ太郎さんがモテキで GT の最終戦もモテキですから、ここでやっぱねトップ取ってモテキもトップ取ってみたいな感じで僕は帰りたいなと思うんですけども、先ほどから2台しかビデオ的には説明してないと思うんですけど、高橋クニーズも走ってるんですけども、残念ながら全く、説明する場所に走ってません。なんで離れるの。あとは、もうしょうがないから芝生に入っていただくのを待つだけです。今吸収が終わりました。吸収が終わってなんとかマックスモテ太郎さんがどういう状況で走っていくかっていう部分なんですけども、マックスモテ太郎さんが先生に近づいて時田さんを離してるんですけども、いやー期待したいですねこれ。あ、またもや高橋邦明特別ルール出ました。だいぶ掴んできたんだ。あの11番だけ絶対速いと思うよ俺。しよミラクル起きねえな。寝てんだよ時田よ。あと4周ですね。あと4周ドラマが起きるのか。山本が前、モテ太郎さんがなんと、モテ太郎さんがなんと、なんと時田選手がビリ、時田選手がビリになってしまいました。最終的な面白い結末が起きるかもしれません。ツンツルテンの2人が2人でツンツルテンやってても僕には全く面白くありません。なんだまさにいいか聞きたいこと言いやがって。やばい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 、どんどん離れていくよ。マックスモテ太郎がだいぶ芝生を攻めております。芝生を攻めております。マックスモテ太郎、マックスモテ太郎、ラストラップだ、ラストラップ。芝生に乗っちゃえ乗っちゃえ行っちゃえ、芝生に乗っちゃえ、乗れ芝生に乗っちゃえ乗っちゃえ乗っちゃえ。最後はマックスが男を見せたが、後の2人はやっぱりツンツルテンだった。さあアメリカからお送りしましたミジェットカーレース、お終わりました。アメリカ最高だね。最高でしょアメリカ。最高。どうですかレースを振り返って。あのミジェットカーはね、あのみんな知らないかもしれないけど、俺の原点なのね。原点。そう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 。マックスモテ太郎の原点。そう、俺はもう小学校中学校ぐらいからアメリカに単身渡ってミジェットずっとやってたから原点なんだよね。結果2位、うん、どんな心境。面白かったですよ。面白かったです。ただねミジェット残念ながら後ろの状況が全く分かんないのね、はいはい、でこの2人の D1 ドライバーがどういう活躍してたのか後でビデオ早く見たいのよ。あ、先に言ってます。全く活躍してないですね。悔しいね。でもやっぱりね、あれトキちゃん、トキちゃん、どうもトキちゃん、スーツの色とかも似てるじゃん。それはいいとして、ドリフトをやってる連中にはたまらない遊びだと思いますよこれは。じゃあぜひねこれね D1 ドライバーだけでもやってみたいです。あ、いいかもしれない。でもね多分喧嘩になるよ俺。喧嘩になる。そして予選最後尾から怒涛の追い上げ、ごっつぁんで怒涛の追い上げで5位、ごっつぁんで5位で満足してんの。いや満足しないで。ちょっとねだからもうあれですね、ミーティング、ミーティング、帰ってミーティングですよ。横浜の暴れん坊ミーティング、ちょっと怒ってるし。まあということでドリフト野郎参戦期第2弾、はい、ミジェットカーレース無事終了しました。マックスモテ太郎さん2位でしたけども、さすが GT ドライバーと D1 ドライバーの差が見れたかなと、そんな感じでしたよね。やっぱ勝てないですか。勝てないっす。その気持ちだね、勝たないと。でも D1 では勝ってるんですよ。あ、余裕余裕余裕だって。上から見せるって俺。俺上から見せる。なんか壊れてます2位になったら嬉しいですかね。あのね、GT ドライバーってもうね、ミラクルパフォーマーなんでしょうがないですよ。もう締めですよ、締めです、締めです、締めです。ということで、はい、アメリカのツインリンクも敵からお送りしたミジェットカーレース、はい、第3回はですね、このメンバーがいないと思いますけども、ぜひ第3回も期待してください。以上ツインリンクも敵からでした。バイバイ。
未知なる分野へ突き進むドリフト野郎の挑戦はまだまだ続く。では最後に本場アメリカのスプリントカーレースのド迫力クラッシュ特集をご覧ください。